今日はこのディブというメーカーのオリーブオイル&アルガンオイルのクレンジングオイルを紹介したいと思います。これ 500ml も入って3本セットで買うと2020円、1本あたり600円700円しない感じなんですけれども、これをご紹介したいと思います。これは実は顔のクレンジングオイル、ちょっと本当にお値段はお安いんですけれども、アルガンオイルも入ってちょっと高級なクレンジングオイルなんですけれども、これは顔のクレンジング用のオイルです。でも私はちょっとこれを邪道ですけれども頭皮にも使っています。私がちょっと頭皮に使ってみた効果とか頭皮に使ってみたやり方なんかもちょっとご紹介したいんですけれども、どうぞ頭皮に使われる方は自己責任でお試しください。これは顔のクレンジングオイルです。でも顔に使っても頭皮に使っても私が使った感じではもう最高のオイルに出会えたななんて思ってるのでご紹介したいと思います。それではスタートです。こんにちは、こんばんは、ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。タイトルとかサムネイルにはもうあるように、今日は頭皮クレンジングの独自の方法を見つけてしばらく実践してすっごい良かったので皆さんにもご紹介したいと思います。今日ご紹介するのは頭皮のためのクレンジング剤ではなくて顔に使うクレンジング剤で、最近私頭皮のクレンジングやってますという動画になります。なぜこの方法を思いついたかと申しますと、以前にこのココアートチャンネルで顔のたるみは頭皮が原因というような、そういう動画をお伝えしたと思うんですけれども、その動画のコメント欄に頭皮のクレンジングのことでコメントを書いてくださった方がいらっしゃるんですよ。私も頭皮のクレンジングは普段からしてたんですよ。これは弟が経営してるヘアサロンで扱ってるもので、弟のところから買って定期的にはしてたんですけれども、これ2300円もするの。2300円もして、そして入ってる量も 150g なんですよ。なので私これ10回か20回ぐらいやったら終わりみたいな感じなので、なんかもったいなくて頻繁にできないんですよ。そしていろいろなサイトを見ると、頭皮のクレンジングは定期的にした方がいいというか日課にした方がいいみたいなことを書いてたんですよ。それはそうですよね。顔もいっぱい角栓とか汚れがたまるじゃないですか。頭皮は顔よりも毛穴も大きいし多いので、頭皮のクレンジングは定期的にした方がいいと。特に毛染めをしたりとか香料が入ってるシャンプーを使ったりとか整髪料を使ってる方は、その残りカスが頭皮の毛穴に詰まって薄毛の原因になったり白髪の原因になったり頭皮のかゆみの原因になったり、いろいろなトラブルの原因になるということで、頭皮のクレンジングは定期的にした方がいいといろいろなサイトに書いてて、美容家の方の記事にも書いてたぐらいなんですけれども、2300円とかしたらそんなに定期的にはできないじゃない。そこでこの前のサイトの顔の美容液を頭皮にもみたいなことを書いてたじゃないですか。顔の美容液が頭皮にいいんだったら顔のクレンジングを頭皮に使ってもいいんじゃないかと。そういうことで何かいいものはないかとアマゾンを徘徊していろいろなクレンジング剤を見つけていろいろ使ってみて、これは良かったと思うものをちょっとしばらく実践してみて、私が心から良かったと思うようなそういうものとそういう方法をご紹介したいとシェアしたいと思います。ココアートチャンネル。そして私がしばらく使ってたのはこちら、大容量なので、あの動画を出してすぐぐらいに買ったので、どのぐらいだろう、もうだいぶ使ってるのにこんなに、まだこんなにしか減ってないんですよ。一回にそんなにたくさん使わないんです。そして乳化剤も入ってるのでクレンジングした後そのままお湯で流すことができるんです。ただデメリットもあります。デメリット的にはトリートメントとかシャンプーのように滑らかにするものは何も入ってないので、ちょっとなんていうのかな、きしむような感じがあるんですけれども、そこはオイルですので乾かした後は髪がツルツルピカピカサラサラになるっていうのが特徴かもしれないです。
そして私はその洗ってる時のそのきしみなんかも嫌だったので、これと同時に毛先にはトリートメントを一緒に使うようにしました。そしたらそのきしみみたいなものは私個人的には感じませんでした。その方法をご紹介したいと思います。ココアートチャンネル。ここでちょっと実際するのは、あまりたくさん量をつけてしまうと垂れてしまって服につくので、ちょっと控えめにしたいんですけれども、普段はお風呂場でこれをもう本当にたくさんつけてやってるんですけれども、やり方としたらこの分け目にこのクレンジング剤をちょっとずつつけるんですね。ところどころつけたら、普通にシャンプーをするようにこう毛穴の油を絞り出すようにするんです。そしてここポイントです。これミントオイル 100% のミントオイルを1滴だけ頭頂部にちょんと1滴だけつけます。あ、もういい香り。そして何がいいって、本当にこのミントの香りもいいんですけれども、このクレンジング剤の香りも最高なんですよ、本当に。あ、もうこのねマッサージしてる間も本当に癒されます。頭皮が硬くなると顔のシワの原因にもなります。そして一番大事なのがここです。これ皆さんやるとき両手でやってくださいね。ここ結構凝ってて、ここが硬くなるとおでこのシワの原因にもなるということで、後頭部を結構重点的にマッサージをするようにすると、本当に表情の顔のシワが減ってくるのが手に取るようにわかるので、私は頭皮を中心にマッサージをしております。そして邪道かもしれないんですけれども、もともとは顔のクレンジング剤でしょ、頭皮をマッサージしながらこのまま顔もマッサージするんです。ちょっとミントオイルがスースーしますけれども、だからミントオイルあまりたくさんつけたらダメですよ。1滴以上は絶対ダメ。手にちょんとつけて、ちょんとつけるぐらいでもいいぐらい、ミントオイルは。そして今は本当に量を少なめにしてマッサージしてるんですけれども、普段お風呂でするときはもっといっぱいつけます。いっぱいつけると毛先までオイリーになるんですね。そしてせっかくなので、これいいオイルなのでトリートメント、このオイルについてはまた後ほど詳しくお話しますね。今はとりあえず方法を、そしてなるべく毛束を少なく取って、オイルを毛の流れに沿ってこうやってオイルをつけていくんです。毛束をちょっとずつ取って、普段はもうこっからダーッと流れてもう全部オイルまみれですよ。これ本当にもっと早くしたかった。もっと早く知ってたらなんで気づかなかったんだろう。顔のクレンジング剤を頭皮に使うってなんで気づかなかったんだろう。意外にやってる人多いんですよ。皆さん調べてみて、検索で。もしかしたら動画をご覧の方ももうこれやってる方いるんじゃない。クレンジングオイルなら何でもいいじゃないっていう風に思うじゃないですか。なぜ私がこのクレンジング剤を選んだかというと、こんなに入って1000円しないんですよ。600円ちょっとで、これ500ミリリットル、500ミリリットル入って600円ちょっとで、私は合わせ買いで買ったので600円ぐらいだったんですけれども、単体でも1000円しないんですよ。こんなに大容量でこんなにいいオイルの成分が入って、オリーブオイルとアルガンオイルのクレンジング剤なのに、こんなにお安くてコスパがいいなと思って、やっぱり顔だけじゃなくて頭皮に使うとなったら量もいるじゃないですか。そしてオイルをちっちゃな毛束でこうやってキューティクルを揃えたら、このままお湯で流してもいいんですけれども、やっぱり先ほど言ったようにきしむので、きしむのが嫌だなっていう方は、この上からこのままトリートメント剤とかコンディショナーをまた全体的に塗ってください。そしてお湯で流すと割とそんなにきしむ感じがなくなります。なんか私こうして髪がペタンとなるとアダムスファミリー大丈夫。そして私の場合はお風呂場でするときはもうザーッと流します。そしてお風呂場じゃなくて今みたいに室内でしたときは、このまま髪をアップにします。このままあの毛染め剤の時に使うシャワーキャップあるじゃないですか、あれをそのままスポッと飾ります。そして洗い流す時の特徴なんですけれども、いろいろなサイトに書いてるんですけれども、ここだけご注意ください。割とぬるめのお湯で洗い流すと洗い切れてないものが毛穴に残って逆に荒れてしまう要因にもなってしまうので、できればシャワーの
ちょっと40度ぐらいの、まあ、40度以上の方がいいということをいろんなサイトに書いてました。私はシャワーの40度以上のお湯でだーっと何度も何度も洗い流すようにしてます。毛穴の汚れをせっかく取ったのに、その取ったものが毛穴に残るの嫌じゃないですか。なのでしっかりと洗い流してください。残らないように洗い流してください。なのできしものが嫌だからさっと洗い流して終わりじゃなくて、きしものが嫌だったらその上からコンディショナーとか毛先だけにトリートメントとかをつけてでもいいので、頭皮はしっかりしっかりと洗い流してください。ここがポイントになります。それでは今回私が大おすすめのこの見た目もいいでしょ、綺麗で涼やかで、この見た目も綺麗でしょ、涼やかで、これも気に入った原因の一つ要因の一つ、お風呂場に置いておくとなんか爽やかな感じなんです、色合いがねえ、ライン色ラインの色ですよね。それではこの今回ご紹介するクレンジングオイルの特徴をご紹介したいと思います。 Amazon のサイトにもこの商品の詳しいことは書いてるんですけれども、それよりもちょっと詳しく書いてるサイトを見つけたので、それを見ながらご紹介したいと思います。この商品はオリーブオイル&アルガンオイルのクレンジングオイルなんですけれども、その他にも国産バー油&椿オイルクレンジングとか炭クレンジングジェルなどなど、名前からして使ってみたいと感じさせてくれるラインナップがたくさん揃っているメーカーだそうです。中でもこのオリーブ&アルガンクレンジングオイルは美容オイルが添加され、クレンジングオイル特有の乾燥や突っ張りの出にくい人気アイテムなんです。ここにも書いてるんですけれども、私他のクレンジングオイルでは洗い流した後なんでオイルなのに乾燥が気になるのかなっていうのが本当に気になってたんですよ。でもこれ私もうずっとお顔にもこればっかり使ってるんですけれども、これはバッチグーでした。これは洗い上がりも洗った次の日も乾燥が気にならないオイルでした。私がこれをなぜ発見したかというと、 Amazon でもすごく勧められてて、すごく口コミが良かったのがまず第一印象だったんですね。でも私はいろいろ試してみたかったので、他にもいろいろ試したんですよ。5種類ぐらいのクレンジングオイルを頭皮に試したかったので、いろいろ試して使ってみて、もうこれがダントツでした。何回か使ってからと思ったんですけれども、1回で凄さが分かりました。コスパも本当に良かったので大おすすめです。そしてこのサイトには、オリーブオイルは天然の乳化作用を持つので、クレンジングや石鹸の材料として古くから人気があります。アルガンオイルはモロッコ原産のアルガンツリーから取れるオイルで、肌と馴染みやすいオレイン酸などを含み、ビタミン E や C も豊富、その抗酸化力のおかげで劣化しづらいエイジングケアに最適な黄金油として世界各国で愛されていますと書いてるんですけれども、私このアルガンオイルっていうのは前々から本当に気になってたんです。何かで取り入れたいなと思ってたオイルなんですけれども、まさかこの価格でクレンジングオイルでアルガンオイル入りのクレンジングオイルが手に入るなんて思ってもみなかったです。あの動画を出してなかったらこのクレンジングに出会ってないのかなと思ったら、もう本当に目から鱗でした。コメントいただいた視聴者さんには本当にありがとうございます。そしてホホバオイル、スクワランはどちらも皮脂との組織の近さから肌が受け入れやすく、安定したエモリエント力を発揮してくれる代表のオイルの2つですということなんですけれども、エモリエント力って何なんだろう。エモリエントっていうのが美容オイルじゃないの？エモリエントが入ってるわけではないのかしら。エモリエント成分は肌に適度な柔軟性や保湿性を与えてくれるものですって言ってるから、やっぱりエモリエントっていうオイルがあるんだよね。その中でも角質層に浸透し、肌本来の保湿因子のように自然な形で水分の蒸発を控えてくれるのがオリーブオイルやアルガンオイルやホホバオイル、スクワラン、どれも組織が人間の皮脂に近いため、重さがなくさらっと肌になじみ、水分と乳化しながら肌の柔らかさや保湿性を保ってくれるということなんです。そして何よりやっぱりこうさっと流れてくれるのが気持ちいいなと、先ほども言ったようにこれは顔のメイクを落とすためのものであって、私は本来の使い方ではないので、そこだけは
どうぞご注意ください。私は顔にも使えるんだったら頭皮にもいいかなと思って頭皮のクレンジングにずっと使ってて自分がいい感じなので今回ご紹介してるんですけれども、ただ髪に使うもの、頭皮に使うものとして開発されたものではないので、若干お湯で洗い流す時に指が髪に引っかかるようなそういう感じはありますので、そこだけご注意ください。私は組み合わせ購入で買って600円ちょっとぐらいだったんですけれども、単体で買っても1000円しないんです。単体で買っても800円ぐらいで買えます。なのでどのぐらい続くのかなと思って、私もまだこれぐらいなんですね。なので顔のたるみは頭皮が原因という動画をお伝えしてから使い始めてるので、あんまり減らないなみたいな。それでも 2,3 日に1回とか、多い時は毎日使うこともあったんですよ。本当に夏の暑い時なんて汗をかくじゃないですか。なんか汗をかいた時って逆になんか毛穴が詰まって頭がすっきりしないという時に、私はこのミントオイルも一緒に使ってるので爽快感もあるんですけれども、ミントオイルがなくてもすっきりした感じがすごい感じられると思うので、もしその髪の引っかかりでも大丈夫っていう方はぜひ頭皮にもお使いください。そして顔のクレンジングにはもうバッチグーですので、ぜひ顔のクレンジングオイル探してる方でちょっといいオイルでクレンジングしたいっていう方はぜひこちらを使いください。クレンジングオイルってどちらかというと香りのないものが多いと思うんですけれども、私は個人的になんか爽やかなちょっとフルーティーなようなその香りもすごい気に入ってるんですけれども、なんて言うんだろう、ちょっと柑橘系なんだけども、柑橘だけではなくてなんかちょっと甘みのあるような本当に爽やかな、私はこの香りは大好きです。クレンジングオイルの香りが嫌いっていう方はちょっとどうかなと思うんですけども、私個人的にはバッチグー、もう本当にずっと嗅いでたような本当にいい香りがします。なので爽やかな香りが好き、フルーティーな香りが好き、甘みのある香りが好きっていう方は大おすすめだと思います。あと濡れた手でも濡れた顔にもそのまま使えるっていうのがいいですよね。乾いた顔に使って洗い流すっていう感じじゃなくて、もうお湯を浴びてしまって顔とか手が濡れた状態でも使えるというのがいいですよね。割と濃いメイクの時も試したんですけれども、濃いメイクの時もきっちり落ちてくれました。ただいろいろなサイトでこれはダブル洗顔が割と推奨されてました。いいオイルが使われてるんですけれども、やっぱりメイクとなじませて落とした場合メイク汚れも油の中に入ってて、肌の上に汚れが残ったままだったらやっぱり肌荒れの原因にもなってしまうので、肌が荒れやすい方とか敏感肌の方はメイク落としした後に洗顔料で洗顔することを推奨されてました。ただ私は普段全くメイクしないんですけれども、メイクしない時もどうしても使いたくなるような香りなので、メイクしない時もそのまま手に取ってクレンジングをして洗い流して、その場合私はダブル洗顔しなかったんです。そしたら私の場合なんか適度に油分が顔に残ってくれて、その後慌てて乳液を塗らなくていいようなそんなテクスチャーだったので、私の場合はそういう使い方をしてるんですけれども、普段メイク落としとして使う場合はダブル洗顔がいいということをいろいろなサイトに書いてました。そしてこれもまたちょっと邪道なんですけれども、絵の材料とか洗うときに食器用洗剤とかで洗うことがあるんですね。たくさんの洗い物がある場合はゴム手袋するんですけれども、ちょっとした洗い物のときにパーッと洗ってしまって、洗い物が終わった後にこのオイルを手につけて手の上に広げて流して終わるっていう場合もあるんです。なんかちょっとハンドオイル代わりにもちょっと使ってるようなところがあって、これは邪道ですので、これをやるっていう方はぜひ自己責任でお願いします。これはクレンジングオイルとして売られているものでございます。ココアートチャンネル。そしてまつげエクステをされてる方は不可だそうです。最近まつげエクステでも OK のクレンジングオイルも増えてるんですけれども、このクレンジングオイルはまつげエクステは NG ですので、そこだけお間違いのないようにしてください。そして乳化するために界面活性剤が、そこも心配になる方も多いと思うんですけれども、こういうオイルとか洗顔料の中には界面活性剤がたくさん入ったものもあると思うんですけれども、このオイルに入ってる界面活性剤は1種類だけということで、界面活性剤は気になるけれども私はもう洗い流すし、その辺は大丈夫かなって私は個人的にはそう思って、あまり界面活性剤気にしない派なんですけれども、界面活性剤が1種類でも嫌だっていう方はお控えになった方がいいかもしれません。そして
弱酸性に調整するクエン酸も入っています。そして先ほど言ったいい匂いがする香料も入っています。そしてもちろん防腐剤も入っています。そしてこれに入っている界面活性剤なんですけれども、イソステアリン酸 PEG-8 グリセリルというのが入っているんですね。本来馴染まない油と水の境界線をなくしてくれる界面活性剤の一つです。オイルと水が馴染んでオイルジェルのようになれるのも、メイクとクレンジング剤が水でさっぱり洗い流せるのもこの界面活性剤のおかげなのです。オイルクレンジングは不可欠な存在です。その中でもイソステアリン酸 PEG-8 グリセリルは皮脂を奪いすぎず低刺激で肌への負担の低さが評価されています。ヤシ油など植物油の高級脂肪酸に由来しますということなんですね。なのでやっぱり水で流したいじゃないですか。水で流すためには界面活性剤は不可欠なんです。乳化剤は不可欠なんですけれども、その乳化剤も何でもいいかって言ったらそんなことないんですね。すごく肌に刺激があって負担がかかるものも多いんですけれども、ここに入ってる界面活性剤は肌への負担が少ない界面活性剤と言われているので、ちょっと敏感肌の方にもいいオイルかななんて思います。あとジメチコン、これはシリコンの一種なのかな。ジメチコンというのも入っています。肌の表面に膜を作り水分の蒸発などを防いでくれるシリコンオイルの中でもジメチコンは代表格なので、シリコンオイルが入っているそうです。シリコンは肌の皮脂の呼吸を妨げるように言われることもありますが、ジメチコンは性状が網目状なため皮脂の呼吸を妨げないことが分かっています。特にクレンジングとして使うなら洗い流されてしまうので問題ないレベルと思われますと書いています。本当にそれ以外にもいろいろなオイルが本当に入ってるんですね。さっき言ったアルガンオイル、ホホバオイル、スクワラン、クエン酸、いろいろなものが入ってるんですけれども、パラベンという防腐剤も入ってるということで、ちょっと成分のことをちょっと私も知りたかったので、いろんなサイトを紐解いて入ってる成分なんかもご紹介しました。いかがだったでしょうか。はい、ということで今回はディブというメーカーのオリーブ&アルガンオイルのクレンジングオイルをご紹介しました。私は組み合わせ購入3個セットで2020円で買ったんですけれども、1個単体でも800円ちょっとで売っています。 500ml も入っているのでかなり大容量で長持ちすると思います。クレンジングオイル探してるっていう方はいかがでしょうか。私はちょっと邪道ですけれども、これを頭皮にも顔にも体にも首にも日焼け止めをちょっと取りたいなと思う時にも全身に使っています。いかがでしょうか。オイルなので髪にもいいかななんて思ってるんですけれども、最近ちょっと髪にツヤが出てきてちょっと気分が上がってるんですけれども、皆さんもいかがでしょうか。動画内でも言ったんですけれども、このクレンジングオイルは顔に使うものです。なので頭皮に使うっていう方はぜひ自己責任でお願いいたします。今回私が買った Amazon のリンクは下の説明欄に貼っておくので、よかったら参考にしてください。私はちょっと夏はミントオイルも一緒に使ってたんですけれども、このミントオイルのリンクも下に貼っておきます。はい、ということで今回はディブというところのオリーブ&アルガンオイルのクレンジングオイルをご紹介しました。本来はメイク落としのためで、私は頭皮に使いたいから大容量でなんかいいクレンジングオイルないかなと思って探したんですけれども、意外や意外、顔に使うクレンジングを探してる時には見つけられなかったのに、頭皮のクレンジングオイルを探しててこの見つけたディブのオリーブオイル&アルガンオイルのクレンジングオイル、成分的にもかなりいいので、これからもちょっとリピートして使い続けたいと思います。いいオイルに出会いました。メイクをしてなくても毛穴が気になるっていう男性の方にも、皮脂を浮かして落とすのにもいかがでしょうか。こんな自己流の美容術本当に大丈夫でしょうか。こんなのでよかったらこれからもいろいろ自分でいろいろ試して実験して、よかったものを皆さんにご紹介していきたいと思います。効果には個人差があると思います。ぜひ自己責任でお願いします。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ここはチャンネル。